はいどうもこんにちは、あずきがめゲーム実況チャンネルでございます。ということでね、今日はドラゴンクエストライバルズの方をやっていくわけでございますけども、前回ね、バベルボブルの方を見ようということで、まあ作ったデッキで回ってたんですけども、未だねバベルボブルの方召喚に成功しておりません。なんでまあ今回はねバベルボブル出すところをね、取れたらいいなという感じでランクバッチやっていきたいと思います。ということで、初戦のお相手はアリーナのバスタブさん、よろしくお願いします。さて、ここで何が引けるか重要ですよね。そしてアリーナっていうことで展開がちょっと早いっていう可能性が高いんで、そこだけが少し心配。じゃがめでもしかしたら盤面ひっくり返すかもしれないんで、これキープでいきますか。私のターンね。相手の動きがわからない以上、正々堂々と思いっきりいくわよ。安定の動きを求めるのは正解のはず。そしてこの人結構会話が好きそうですね。できることはすべてお互い正々堂々戦いましょう。ということで喋ってターンエンドでいこう。まあ、次あたり何か出てきてもおかしくないんで。お互い正々堂々戦いましょう。ちょっとうっさいなこいつ。何回言うねん。私のターンね。そしてまだ相手動かない。それはちょっと予想外ですね。まあここは、テンション上げる方でいきますか。私の技味わわせてあげる。まあこれでタエンドと結構盤面的には有利にいけてる気がするけど、どうですかね。お互い正々堂々戦いましょう。なんでそんな毎回言うねん。バグですか。いやでもわざわざ打ってんだろ。味わわせてあげる。まあ、ここでテンションスキルが1回目発動してしまうっていうのはしゃあないね。はいはいはい、まあ、使わせたんだったら OK。 残り1コスだよ。はいはいはい、出てくるな。ふむ、あんま出てくるのはよろしくないけど、どうしようかな。ストレートパンチで倒すっていう手段もあるんですけど、まあ、ストレートパンチするぐらいだったらっていう気もするしな。まあ、1枚はこれで突破して、もう1枚はストレートパンチで突破するか。で、3体出すと、じゃがめ食らった時に、あまりにもダメージが痛すぎるんで、これは普通に攻撃してたやんと。気合入れてくよ。じゃがめ対策で動いてますね、なんで。まあ、盤面的に返されることはまだないはず。イエローシックルからか。なるほど、コイミスライム。はいはいはい、非常に面倒くさいですね。こちら私のターンね。ハグメタか、ハグメタか。ハグメタに関しては悪くない。うん、一応4点で突破することも可能なんだけど、どうしよっか。これは4点は突破しなくちゃいけない気がするね。これで、無理やり破壊しよう。これで、まあ、突破で。ただ後ろのあいつがちょっと強いんだよな。まあこれは面殴って、テンション上げからのって感じか。なんか強いの引いときたいね。ゾウマと、まあ、ここはさすがにしゃあないものを使ってこれで耐える。悪くないね、一コスのおくちばしが出てくるのは。ふむ、さてどうくる。結構ホイミスライムはやりづらい相手ですね、非常に。なるほど、そこでそこでダメージを使ってくれる。はいはいはい、私のターンね。ってことはこれ一応突破できるんで、これはさすがに突破しましょう。これはどっちがいいんだ。まあ、ストレートパンチで突破して、3点の方には正直無視してもいい気がするんで、
迷うところ。うん、かといって他にすることもないんじゃないんで迷いますね。これも普通に、いや、テンション上げはしたいところだ。テンション上げして、これ破壊しよう。早くしないと終わっちゃうわ。これで突破してからの、まあドローを使って、これでターンエンド。これはじゃがめされたらかなり辛いですね。気合入れてされないように動いてたんだけど、これはされてしまうかもしれん。ただ相手のデッキにじゃがめが入ってるかどうかまだわからないっていう。これじゃがめあったら速攻出てくると思うんで、さすがにないみたいですね。覆面バニー、なるほど。あれの4点を突破しなくちゃいけないのはめんどくさいな。はいはい、これで3点でも良くなった。一応ハグメタ2回攻撃させて、ハグメタに全処理を頼むっていう手段があるけど、それでいこうか。ここが速攻になって、でまあこれでこの動きについてこられるかしら。攻撃を2回加えると、であとは全部根を殴ってターンエンド。気合入れてくる。ただ問題なのはバルモ、バベルボブルの素材2枚がまだ手札に来ないっていう。どんだけ長いねみたいな、先が。私の技味わわせてあげる。これ正直かなり厳しいよ。そして今2枚ドローしたやつの中にまたジャガメージ入ってるって辛い。でもそこで打ってこないってことはやっぱないんですね。そろそろ、バベルボブルの素材が欲しいところ。さて何が来る。祈祷師か。祈祷師は残したくないですね。闘魂打ちと、それはまあいいでしょう。思いっきり行くわよ。ふむ。おーっと、ここでバベルボブルの素材がやっと来た。まあとりあえずドローしてから考えましょう。ここでこれが来るか。鬼面同士は無視かな。あいつは無視しましょうか。無視して多分面殴っちゃっていいはず。でこれでターンエンド。私のターンね。まあやられる前にやるみたいなことがこの手札だと可能な気がするんで。はいはい、タイガークロー。なるほどね、6点これで消されてしまう。まあこれは仕方ないのか。またバレボルから遠くなってた道のりが。ここでいっぱいモンスターを並べてくれるとジャガメがね使えるんで、ぜひ並べていただきたい。この動きについてこられるかしら。なるほど、3点ってことは2体突破で1点残しする感じか。この感じだとおそらくね。それかまあ面を殴る。なるほどね、どっちに飛ぶ。あ、奥に飛んじゃった。はいはい、これでも仕方ないね。いちいちって出してくれるとじゃがめで気持ちよくなるんだけど。早くしないと終わっちゃうわ。イチコスの何か持ってないかな。持ってない、持ってないっすよね普通。まあ、ここはさすがに突破させていただく。そしてテンション上げで、とりあえず手札をね揃えていきたい。私の技味わわせてあげる。さて何を引く。タイガークローとストレートパンチ。まあそういうことならここは応援と、お化けキャンドル使ってまあ攻撃して、こいつを出してもいい、正直。出した方が強いような気もするな、盤面的に。多分、こっから並べてくることないと思うんで、じゃがめ使っちゃいましょう。
これでターンエンド。私のターンね。あとはもう、キューコスで何が出てくるか。お願いだからめんどくさいのは出てこないでほしい。残り8コスになったぞ。これでゾーマとかの、ゾーマ出してるところで、多分もう相手どうしようもないんで。まあ、めんどくさいのはこれでなくなったかな、動きとしては。盤面で4、8、11点出てるのか。これまだ倒しきれないと。ベビーパンサーからのスタートでテンション上げ。ほうほう、プチアーノンですか。なるほど、なるほど。そしてまあ、数を並べてここで来るのかっていう気もするけどね。ストレートパンチタイガークローと思ってるから、おっと3点止められてしまう。まあそれは仕方ない。思いっきり行くわよ。これでタイガークローを引いていくところがマジで、いや、これゾーマ出したら強いよね。これゾーマか、なんかこれゾーマな気がしますね、この盤面だと。これで相手の一番上を封印して、ここは突破、突破、突破ってか攻撃、攻撃、攻撃で残り7点と。これ勝てねえか。10点突破するの大変だろ。かといって25点借り切るのはその手札と、その手札では無理でしょう。さてどう来る。まあ、通常ここは諦めるところなんだけど、一応まだまだどうにかなるのかなっていう感じの手札ではあるから。ただこのゾーマ借り切らないと、このね、合計で7点与えられるっていうすごい手札があるんで、どうすんのかねっていうところ。まあ、プチアーノンで攻撃でしょうね。ここはまあ予想通り、そっちに飛んだか。希望を与えよってって感じか。まだあと2点と。ってことは残り10点。どうするんですかね。闘魂打ちとかで明治キメラ取ってとか動くのかな。残り8コス、まさか使い切らずに。これはこれはそういうことなのか。諦めよった。ということでね、動画見てくれて本当ありがとう。まずは右側のチャンネル登録ボタンをクリック。そのまま左側のおすすめ動画、ぜひ見てくれよな。あ、そうそう、高評価コメントも忘れずにね。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。